私の家の塀を越えて、たくさんの花を咲かせてくれました。チャールストンは、つぼみ、咲き始め、開花と花の色が変わっていくバラです。それが、8月に入り、葉が、黄色になり、そして落ちてしまい、9月になって、とうとう枯れてしまいました。その原因を突き止めました。しかし、その隣のレオナルド・ダ・ヴィンチも、その様子を紹介します。これは、8月19日の様子です。真ん中の濃い緑の部分は、レオナルド・ダ・ヴィンチです。その左の葉のないところが、チャールストン。アップしてみると、こんな感じで葉がありません。5月に咲いてできた実が黄色くなっています。塀の北側から見ると、明らかに枯れている様子がわかります。根元を見てみます。おがくずがたくさんあります。カミキリムシの幼虫の仕業です。やられました。さらに、黒い塊も。9月2日、おがくずが増えています。さらに、9月16日、枝の枯れが激しく、もう限界です。そして、レオナルド・ダ・ヴィンチの枝に枯れを発見しました。もうダメなので、伐採することにしました。ひたすら枝を切り落としていきます。株元は手っ取り早くチェーンソーで切りました。切り口の様子です。大きな穴が開いていました。カミキリムシの幼虫の鉄砲虫は見つかりませんでした。株側の様子です。さらに、株元を切りました。そして、気になった黒っぽい塊です。多分、カンスです。これはもう諦めました。ところで、心配のレオナルド・ダ・ヴィンチを見てみます。枯れた枝があります。それに、葉の色が薄いです。根元を見てみます。別角度からも、これもカミキリムシにやられたようです。寝そべって作業しやすいように、段ボールを引きました。そして、切れる根元を探ってみます。おがくずをどかしながら、カミキリムシの穴を探してみます。いくら探しても見つかりません。仕方ないので、カミキリムシスプレーをかけます。まんべんなくかけてみました。さらに、バールの先で、ガン種と思われる部分を取り除きます。
どうも眼種のようです。また取れました。殺菌剤をスプレーしました。トップ GM ペーストも塗っておきます。反対側も根元をきれいにして、髪切り虫駆除スプレーです。上部分の眼種が気になったため、作業しやすいように枝を取り除きました。そしてトップ GM ペーストを塗ります。仕上がりはこんな感じですが、奥側は手が入れられないために処理できていません。5日後の9月25日のレオナルド・ダ・ヴィンチの根元、8日後の根元、おがくずが出ていません。髪切り虫駆除スプレーが効いたのでしょうか。今後を見守っていこうと思います。ご視聴ありがとうございました。